違和感漢字探し。五十を二箇所探す漢字問題が全部で7問です。では始めましょう。第1問。五十を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分は日ではなく北の方です。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の点がいりません。第2問。五十を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右下部分の横棒が1本多いです。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分に横棒がいります。第3問。五十を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分は日ではありません。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。君の右上部分の横棒は右に突き抜けます。第4問。五十を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。真ん中部分に横棒がいります。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分は横棒ではなく斜め棒です。第5問。五十を2つ探してください。
正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。友の上に横棒がいります。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分に点がいります。第6問、四字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は立身弁ではなく音弁です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は突辺ではなく口辺です。第7問、四字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は左下に払います。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分はしではなく土です。